こんにちは。今日はネット上にある PDF を全部ダウンロードして、でそれを編集できるようにすると。まあ、それをチャット GPT と Python でやってみようと。長いんですけど、実際私これやった事例で、まあ、こうすると、こういうことができるよっていうようなことをちょっとお見せしようかなと思います。でちょっと画面を切り替えまして、まあ、こういったサイトがあるんですよね。ちょっと内容についてはまあ今回、特に関係ないんであれなんですけども、こんな感じでリストがあって、でこれクリックすると、なんと PDF が開くんですよ。一個ずつ。めんどくさくないですか？こんな。めんどくさいですよね。なんでこのリンク先に載せないのか、もしくはこの一覧の表にしないのかっていうので、まあ、ちょっと内容が内容なんでわざと見づらくしてるのかなとか思ったりするんですけど、まあ、これをPDF 全部ダウンロードして、見ようと。で、そういう時に何を使うかということで、今回 Python を使おうかなと思うんですよ。Python プログラミングですね。それを使おうかと思うんですけども、いきなりそれを調べていくとめんどくさいので、まあ、ひとまずここをコピーしといて、まあ、チャット GPT に聞いてみると。で、聞き方としては、まあ、Python ですね。で、Python でこういうことをやりたいんですけどとか、こういうことを変え、できるようにしてくださいとかって、まあ、別に丁寧に書かなくていいんですよ。もう Python で入れれば。通じるんで。で、ここに、このサイトですね。この、の、にある、PDF ファイルをすべてダウンロード。まあ、これ、まあ、ちょっと、段階的にやっていこうかなと思うんですよね。こんな感じで、Python で。で、ちょっと Python のその基礎を知っておかないといけないんですけど、まあ、こんな感じで、この、ライブラリっていうものをインストールしなきゃいけないんですよ。一応ここには書いてあるんで、ただそれをどこに入れるのかとかそういうことは知ってはおかなきゃいけないって言えば言ってないです。で、これは Windows だったらコマンドプロンプトで、Mac だったらターミナルっていうのを立ち上げて、で、こういうのを、まあ、Python をインストールしておくということも大事ですけどですね。で、これ、オールデリーでもう私の入ってるんですけど、一応こんな感じでこのインストールして、で、次に、この、アイドルっていうソフトを立ち上げます。で、こんな感じですね。こんな感じで立ち上げて、で、コントロール N で、こっち側に立ち上がったんですけど、こんな感じで、ファイルを立ち上げて、ここに、これをコピーします。これをコピーして貼り付けると。で、ひとまず実行。こうしてみます。どこにダウンロードするか。あ、ダウンロードするかですけど、これを実行してみると、ちょっと名前つけないと Python って実行できないんで、ちょっと適当に名前をつけて保存して実行します。で、そうすると、なんかこんな感じで、ダウンロード中みたいなのが出るようになってますね。で、Python、チャット GPT で聞くたびにいろいろもう、名前と言いますか、このコードが変わってくるんで、もしうまくいかないときにはもう一回入れてみるっていうのが大事ですね。で、ここにこうやってダウンロードされてますね。で、これ見ると、PDF が開いて、まあ、こんな感じで出てくると。まあ、できたって感じですね。こういうので。で、今度は、じゃあ何をするかというので、ちょっとこれを、新しいフォルダーを開いて、ちょっと新しいフォルダーというのがありました。これは、あれですね。ちょっと私が使っているところなんで、新しいフォルダー開いて、ちょっと作って、そこにちょっとこの PDF を入れます。ドドンと。で、今度は、これ開いてるんで、っていうので。今度は、この PDF にある、このフォルダーにあるものを、これですね。このフォルダーを、このアドレスコピーして、今度は、ここ、この新しいフォルダーにある、PDF を、テキストファイルとして、あ、結合に、
結合してテキストファイル、一つのテキストファイルに、テキストファイルにすれば自由に編集ができるんで、あ、Python っていうのが、Python って入れてないんですけど、一応この流れであるんで Python って分かってくれましたね。で、またこの PHP インストールっていうのをやらなきゃいけないんで、まあ、このターミナル、コマンドプロンプトに貼り付けて、インストールすると。で、このパソコンには入ってなかったんで、これでインストールされましたね。で、これを、またこっちのアイドルに貼り付けて、ちょっと別のファイルにしましょうか。で、こう持ってくると。で、これをまた F5 キーで実行すると、まあ、細かいとこチェックしてもいいんですけど、とりあえず動かしてみて、ダメだったらまた考えるみたいにします。なんかエラー出てますね。エラーが出ていて、エラーがドカドカドカって出てきて、まあ、エラーが出てきたら、なんかどっかこの辺で、コピーして、このチャット GPT に聞いてみると。で、そうするとこれをインストールしなきゃいけないっていうのが出るんで、で、これも、なんかこのあたりでエラーが出てるんですけども、解決方法を教えてくださいとかって別に入れなくていいんですよ。まあ、そこはもう別に、AI だからいいってわけじゃないですけど、まあ別にシンプルにやっていいんじゃないかなと思いますよね、私は。で、こうするとこうインストールされたんで、じゃあもう一回ここに戻ってインストールしたんで、一回やってみますと。で、そうすると PDF ファイルを結合して、これとして保存しましたっていうんで、これが実際どこにあるかっていうので、これフォルダ指定した方がいいんですよね。あ、ありました、ありました。マージ PDF っていうのがあって、ちょっと開いてみると、お、結合はしてるんだけど、テキストファイルにしてくれっていうのを無視してますね。無視されてるんで、に結合して変換とかって入れた方がいいのか、ちょっと伝わってなかったでしょうね。で、そうする最後に そうですね、これでテキストファイルにっていうところでそれを読み取ってくれてなかったですね。で、これをまたコピーしてこっちに貼り付けて、お、こっちに貼り付けて、で、F5 キーで実行すると、またなんかエラー出てますね。また出てるんで、おそらくこの辺ですね。この辺を、またチャット GPT に投げると。で、そうするとエラーメッセージからわかるようにっていうので、わかるようにって自分間違えてるんやと思いますけど、まあ、そういうツッコミは置いといて、これでまた貼り付けて F5 キーと。またなんかあれですね。あ、PDF リーダーなんかあれですね。ちょっとこれも入れてみます。で、自分でそのエラーが分かれば、まあそこでちゃちゃっと修正すればいいんですけど、こんな最初からこれで答えてくれればいいんですけど、なんか私の問いかけが良くないのか、まあ、PDF リーダーっていうのはないって言われてますね。多分これは。まあ、これがすんなりいくときとそうじゃないときにはこんな感じで間違ってましたみたいな。これは結構私が実際やったときもこういうやりとりをしたんで、なんか一発で答えが出ないんですよね。なんか途中でコピーしちゃったみたいですね。一発で答えが出ないんで、まあやっぱりチャット GPT が得意とするものとそうじゃないものっていうのはありますね。またエラーが出ましたね。はずですって書いてるけど、代わりにインステッドなんたらって書いてるんで、なんか違うんでしょうね。もう別のものを使ってくれてたんで、これはちょっと新しいあれですけど、ちょっとそのままやってみます。このライブラリっていろいろあるんですよ。PDF にを結合するとかっていうのもいろんな種類があって、そのチャット GPT のこの書き方によってもちょっと変わってきたりはするんで、まあこれ、まあ自分でチャチャチャっと書けるんだったら別にそれでも、
おお、またエラー出ましたね。ゲットテキスト、ゲットと。よく。ちょいちょいね、間違えるんですよね。間違えるというか、ちょっとこの、あ、これで変換が終了しましたっていうところで、じゃあどこに入ってるかっていうと、今フォルダをこっちの画面で見てるんですけど、あ、出てきましたね。お、これ、こんな感じですね。こんな感じで、テキストファイルになってると。で、正直これですね、読み取りが完璧でもないんですよ。完璧でもなくて。で、これをさらにこのままだと使いにくいんで、例えば、この処分を受けた処分の内容、処分の内容となった行為とか、なんかこういうのを、まあ、表形式にできないかっていうところで、表形式で、で、間に合うかな。わかるかな。ちょっと長すぎるかもしれないですね。そうそう、長いんですよね。で、長いと、こういう時は、この4を使った方がいいんですけど、このテキストファイルをアップロードして、4はこれ有料で使えるやつですね。で、これを、表形式、形式で、整理して、Excel ファイルをダウンロードと。まあ、こんな感じで入れてみます。で、こっちだとファイルをアップロードして、こうやって解析してもらうところっていうことができるんで、まあ、より情報量が多い時にもちゃちゃっとできたりします。ただ、こっちだとちょっと遅いんですよね。遅いので、通常は、チャット GPT の 3.5 を使っています。こうやってたまに、こうやって英語が出てきて、もう中身の解析をしてますね。こういう項目があるよねって、まあ、これでこれから整理するよみたいなのが出て、これなんか知らないですけど、英語で出るときもあるんですよね。まあ別に、これは経過報告なんで、まあ、これいらないから早く Excel ファイルとか思ったりはするんですけど、でなんかトライアゲインとかって書いてますね。で、ちょっとイレギュラーなデータとかがあるとうまくいかなかったりすることもあるんですけど、まあ、ひとまずやってみましょうか。なんかまだ分析してますね。まあ、このテキストファイルだけだとちょっとまたこれ使いにくいんで、表形式に。これ Python でそのままできるかな。Python でできなくはないか。ちょっとまだ分析してますね。この事例は実際に私がこの資料をデータを使ってセミナーをやった時に使った手法ではあります。まあ、Python ちゃちゃちゃっと書けなくはないんですけど、Python とかだとこれ、こんな感じでちょっとやりとりがめんどくさいですけどね。でも一度さっきのそのパターンを作っておいて、で、あれを保存しておけばまた使えるわけですよね。コードを保存しておけば。で、ちょっとダウンロードしてみます。これダウンロード Excel ファイルで、こんな感じでダウンロードできたんで開いてみると、いい感じになってますね。こんな感じで。ちょっとデータが大きいんで、多いと言いますか、文章量が多いんで、ここをちょっと折り返して、ちょっと整えて、こんな感じにすると、まあ、まあまあ、見れるデータかなと思うんですよね。もう一個、ちょっとあえて言うと欲しいものがありますけど、まあ、こういう感じでできるっていうのを今日お見せできればいいんで、で、こういうふうに、いろいろ、加工というのをチャット GPT と Python を使ってできたりもします。まあ、こんな感じで、ネット上のそのページにある PDF をダウンロードして、結合して、
で、それを Excel ファイルに整理すると、もしくはテキストファイルにするっていうことができたりします。まあ、なんか、こういう事例の時に、チャット GPT と Python と使ってみていただくといいかなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。